ベネディクト・ヘイベデスは、西ドイツ・ハルテルン出身の元サッカー選手。ドイツ代表。ポジションは、ディフェンダー、ミッドフィールダー。トゥース・ハルテルン、SG ・ハーテン・レックリングハウゼンを経て2001年に、シャルケレイ4の下部組織に加入。2003年には、シャルケの U-19 チームのキャプテンとなった。2007年1月、シャルケとの間に2010年までのプロ契約を締結。 この年は、オーバーリーガに所属する、セカンドチームで1試合に出場。2007年10月3日、UEFA チャンピオンズリーグのローゼンボリ、BK 戦でトップチーム初出場。2007から08シーズンはリーグでも6試合に出場した。2008年12月に2014年まで契約を延長。その後も契約を延長して、契約は2017年までだったが、 2016年2月10日に契約を3年間延長したとクラブ公式サイトで発表した。4度目の更新で2020年6月30日までとなった。2017年8月30日、ユベントス FC に1年間のレンタルで加入することが発表された。契約には買取オプションが付けられている。背番号はパウロ・ディバラが 背番号を10に変更したため空き番号となっていた21番。21番は、アンドレア・ピルロ、ジネディーヌ・ジダン、リリアン・チューラム、ズデニエク・グリゲラといった選手が着用していた番号で、ある。しかしリーグ戦出場が3試合に止まったことから、ユベントスによる買取オプションの行使は見送られた。2018年7月31日、 FC ロコモティフモスクワへ完全移籍することが発表された。2020年に契約を解除し、その後、現役引退した。2011年5月29日、ウルグアイ代表との親善試合において、A 代表初キャップを記録。2012年8月15日のアルゼンチン代表との親善試合で代表初得点を記録した。2014は都廃。 欧州予選では3試合の出場に止まったが、2014、FIFA ワールドカップのメンバーにも選出。主に左サイドバックとして、初戦のポルトガル戦から、決勝のアルゼンチン戦までの全7試合に出場し、優勝に貢献した。国際 A マッチ44試合に得点。ありがとうございます。